今週もやってまいりました。毎月各週第2第4木曜日の夜9時からやっておりますストロベリーフライロケッツ辻浩平がお届けするね、お料理と音楽バラエティーね、ハマミュービストロベリーのお時間でございます。イエーイ、ありがとう。すごい、もう大歓声じゃないですか。ありがとうございますね。もう3回目まで来たから、もうこれは大ヒット番組といっても過言ではないですよね、きっとね。3回も続いたのでありがとうございます。さて、この番組はのコンセプトとしてみましてはですね、まあ、第1回目は一応ミュージシャン来ましたけども、まあ、音楽に関わる人、関わっていた人を呼ぶっていうね、まあ、いわゆるこうどっちかというと普段こうスポットライトを浴びないような方々にですね、来ていただいて、まあ、お世話になった方にはそのお礼で、これからお世話になる人には賄賂的にね、まあ、餌付けをしていこうという、そんな番組でございます。さて、記念すべき第3回はですね、素晴らしいですよ。このスター辻浩平を生んだと言っても過言ではない、まあ、生んだのは辻美幸だけどねこれ前回に引き続き俺の親の名前がバレるっていうねそう、美幸な、俺を生んだら美幸だけども、いわゆるスターの辻浩平っていうのをですね、もう作り上げたと言っても過言ではない、そんな大物プロデューサーが来ております。スターの元プロデューサー清水 P です。大きな拍手。来週みゆきは登場しないから。誰？清水 P。 誰？清水 P。 誰？清水 P ですよ。誰ですか清水 P。 もう向こうの方で誰って言ってる。もうね、怖っ、師匠来た、ね、誰って、誰シミピーです。誰と言われてもシミピーです。いや、本当はもっと優しいんだよね。もう俺の師匠だからすげえ怖そうだよね、うん、なんかもう親分と鉄砲玉の感じ。これで俺あれしよう、これから調理するためにこうやって刃物持ってたらもう完全な鉄砲玉だよね。うわ、ガクガクブルブルガクブルブルっつって、ね、あのさ、豊橋と違って浜松はちょっとやばいんで、あ、やばいんですね。色々とね、いろいろありますから今日は静かに。はい、じゃあクリーンな感じで、いつもクリーンな感じでやってますけどね。はい、いやいや、でもで、な、何、あ、そうですよ、何これ、オーダーをね言ってもらって、うんうん、そのオーダーのお料理をお出ししながら積もる話やら積もらない話を。俺がオーダーしていいの？そうっす、オーダー、あにゃららっつって言ってもらえれば。じゃあ、こうやってオーダー、ホイコーローとか言っていいんだ。言ってもいいです。ただし、別のもの作りますけど。別のものだ。もう材料決まってるんで。ダメなんだ。いや、何でもいいですよ。言ってもらっても、感謝をシャーレンとか。何でもない、何でもいける。何でもいけます。北京料理で。うん、もう電話一本入れるんで大丈夫です。はい、作らねえじゃん。じゃあ、はい。いくね。はい。生姜焼き。イナーリッシュ。てってれー、これいつまでやるんだやるいつまで経っても流行らないね、これね。流行らない絶対無理だと思うよそれは。おかしいな。とりあえず登録商標でも取っとこうかと思いますけどね、うんうん、はい、さあ、生姜焼きでございます。じゃあ生姜焼きをね作りながらこういろいろとお話を、まあせっかくなのでもう座っていただいて。あのね、油が来るんだ。あ、なるほどね座りたくても目の前に座りたくても油が来るんだ。あ、なるほど、立ってるのがいいわけですね。じゃあ今日はこの上げられる感じ、不思議な絵面だねこれね。サングラスかけた男2人がずっと呆然と立って喋ってる。分かった分かった、シュールだな。じゃあ座る座る。はい、じゃあ僕はお料理するんでね、ちょっとクリーンな格好に戻りまして。なんかさ、フライパン目の前っておかしくない？フライパン目の前おかしいですよね、うん、逆ですよねきっとね。じゃあ今日サングラスかけてるからちょっと油飛んでも大丈夫だけど。大丈夫ですよね、一応こう、うん、僕もエプロンをね。それするんだやっぱり。第2回目に行方不明になったので。それさ、2回目しなくなかい？ね、2回目はね行方不明になってて3回目これ2代目です。するのかそれ2代目エプロン。やだなぁ、なんかもうせっかくねこの番組でやるときにこうプレゼントしてもらったのに値段が分かっちゃったっていうねダイソーで100円でした、ね、プレゼントの値段知っちゃうってあれだよね。前回あんまりにグダグダだからさ。そうなの、グダグダすぎて、これリベンジをいつかしよう、呼ばないよ、同じ人は呼ばないけど、ね、リベンジでね、なんちゃらママっていうのを呼ぼうかと思ってますけど、みゆきは呼ばないよ、ママだけど俺のみゆきは呼ばねえ悪い、みゆきから離れてくれ、うん、本当だよね、みゆきから、みんなみゆきとひろしのことは忘れてくれ。みゆきとひろしなんだ俺の辻ひろしなんだ、辻ひろしと辻みゆき。ちなみに辻ひろしは11月1日誕生日だったからね、おめでとう、ありがとうございます。その情報は
まあそんなことはいいんです。そんなこととは言うのは 何事だ、人の親様を捕まえて。だから俺が言ってんのか。油が来るから。あ、そか。じゃあ料理ね、うん、そう、生姜焼きです。今日ね、すごいよ、俺らすげえ肉好きっていうのがバレてるのかいつもは 2,3 人前なのに今日は10人前ですすごいよ。10人前、醤油 100cc、 みりん 100cc、 酒 100cc、 おろし生姜 50g、 おろしにんにく 5g、 おろし玉ねぎ 20g、 砂糖 10g と。で、あと豚肉300、玉ねぎスライス1/2、生姜焼きのタレ 100cc、 サラダ油少々、バター少々って感じですけども、いわゆるそのさっきの生姜焼きのタレ、普通ここに進行表がない。あのね、大丈夫、辻パッドがここにあるから。それ、それ本当にさっき真っ暗だぞ。うん、これ置いてあるだけっす。ちょめちょめのちょめパッドよりも高そうな、ね。だからさ、辻パッド。進行表がないからグダグダなんじゃない。大丈夫っすよ。多分頭の中に入れて右から左に流れてますから。だって本当に分量しか書いてねえじゃん。そうっすよ、分量しか書いてないので、あとは勘です。勘。いや。ね、男の料理ってそういうもんじゃない、まあ、生姜焼きのタレ、さっきのね、醤油、みりん、酒、おろし生姜、おろしにんにく、これをね全部、鍋でひと煮立ちして沸騰したら、まあ、火を止めてアクを取るっていうのでできたのがこちらにあります。多分ねここら辺が時間かけすぎなんだと思う。そうだよね、うん、じゃあもう電話一本入れようぜ。もうできたもの呼ぼうか。そうね、うん、そうしようぜ、もうこれからは。とりあえず肉焼こうよ、肉。あ、玉ねぎ先か。うん、肉が先っす。じゃあ、強火にして。もう強火だって。はい。じゃあ今ね、保温だったんですよ。保温だった。だからちょっと温まるまでになって。じゃあ、そもそもね、ほら、シミピーね、シミピー。清水ピーって何者なんだっていう話ですよ。で、先ほども、まあ、スター辻公平をね、作り上げたと言っても過言ではないと。いう話をさせていただいたんですけども。いやいや、うちに来た時もうすでにもうスターでしたよ、君は。いやいやね、いやどの口が言ってるそれ。この口。あ、そうですよね、うん、はい、まあ、こういう、だから、はい、君もそこそこの、そこそこちゃんとない。いや、そこそこっていうかもうミジンコみたいでしょ。俺の中ではすげえ割り箸の下手くす割り方下手だなって今気づいた。まあ、いやいや、肉、それまずラップ取ろうか。さっきから気になってしょうがない。はい、これ豚肉なら生でもいいんじゃない？いや違う、逆。ダメ？逆。それ牛。いやいや、なんか豚ね。牛。豚をこう油が敷いたらね。まだちょっと熱くない。ここが時間かけすぎなの。そうなのよ。もうね。うん、火事になるぐらい熱しときゃよかったね、先にね。なっちゃダメか。スプリンクラー回ると思う。はい、そう。だから、その確かに地元でね、ドギューっていう番組をずっとや、はいはい、十何年かやってて、それなりにその、まあ、しゃべり手としては、うん、それなりに有名だったと思うんですけど、FM でね、いわゆるこう、はい、歌の需要ってのは今ほど全然なくて、だからそれこそ年に1回のワンマンライブするぐらいしかね、やってなかったんですよ。で、弱そう。昔の辻公平はそうだね。そうそう。で、もともとね、その FM 豊橋の紹介で、うん、なんかそのイベントをやるからっつって紹介してもらったのが清水さん、うん、違う、清水 P なんですけど、うん、そう。でもほら、最初ね、僕はちょっとやりすぎだよね、これね。ちょっと多い、うん、いいっしょ。多分生焼けでもいける、いける。こんなにいけるよね。いけない？戻すかじゃん。いや、いいもう生焼けだからいい。でしょ、ほら、うん、あ、もう大丈夫、大概のものは火通せば食えるでしょ。だから、うちとしては、うちって言って、当時俺が関係していたその商業施設の中で、うん、FM さんにお願いしたわけですよ、司会ができるとは誰か。そうそう。で、FM からね、うん、その司会ができるやつがいるっつって、僕が派遣されて、で当時、うん、そのドギューという番組を降ろされた君は、そうなのよ、降ろされたんですよ、お金の関係で。お金の関係だったんだ。お金もないです。俺がただこねたわけじゃないよ、もっとギャラよこせっつって、うん、逆、うん、スポンサーさんがね、うん、ちょっと、あ、熱いよね今。ごめんなさい、ごめんなさい、恨み節が何か出てきた。うわ、めっちゃ甘そう。俺このままでも俺いけるから、生姜焼きやめるか。いや味付けよ。ダメ。あ、そうか。それで、うん、それに紹介されたのが君で。あ、そう、僕が紹介されて。その当時は何人かいたんだ、他に。あ、そうなんですね。そう全然知らなかったです。たまたまその運よく。そこのさ、キラキラキラリを歌っていた、カラフルパレットの秋広とか。ああ、秋広とかね、うん、まあそれに類する人たちが何人かいてだ。はいはい。その中で君をなぜ選んだかという話になるんだけど。そうっすよ、
なんでですよね。だからその僕をずっと使い続けるから、それこそね、うん、その商業施設の中でいろいろ言われたでしょ。言われた。だってね、僕を使い続けることで暴力を貪ってんじゃねえかとか、すっげえ言われた。あと一番あったのがホモなんじゃねえのつって、俺ら、うんうん、ね、確かに俺時々女っぽい言葉出るから信憑性があるんだけど、全然っすよ。まあ、あのアクセスとかね、あれぐらいこう綺麗な2人がホモって言われたらいいけど、どっちかというとアクセクしてる方だもんね、俺らね。俺はだから、うん、あの辻公平が白いパンツの中に飼ってる猛獣を俺は 何匹も知ってるぞ。ありがとうございます。もう猛獣を何匹もって、うん、俺の猛獣は1匹っすまあそうなんだけどさ、そうそうす、ね、ともかくそれの中で君をなぜ使ったの、うん、そうっすよ。なんで俺を使ったんすか。うん、時間大丈夫まだ。大丈夫っすよ、まだ全然あの最悪もう肉炒めて終わりにしましょう、うん、だから熱いなぁ。それで、うん、なぜ使ったかというと、そうそうっす、うん、あの当時はミルクちゃんと覚えてる。ミルクちゃん、あの大道芸人のお姉さんで、そうそうそう、あの子供ホイホイっていうか、ちびっ子ホイホイって言われるぐらい、うん、もうなんか一声ね、声を発すれば人だかりがうわーってできるぐらいの大道芸人。バルーンアーティストでミルクちゃんっていうのがいてですね、うん、彼女がやると本当に本当にすごかった、ね、すごかったよね。だってファンレターとかを持ってくるちびっ子がいるんだよ。200人300人いたんだからね、うん、そんなんいたから。そのミルクちゃんといろいろなあのアーティストさんが一緒にやったわけですよ。そうっすよ、僕もその時にね、うん、いてやったわけです。いろいろなアーティストさんがやってたら、うんうん、みんな言うことはすごいですねとか、あ、うん、こんだけ人が集まるんですねとかって、まあそういう早く玉ねぎ炒めないと。そう、玉ねぎをね、今日はしなしなするようにちょっと薄めになってます。しなしなし、はい、はい、でその中で、うん、唯一、うん、辻公平だけが、俺だけが悔しいって言ったの。お、何そのすげえ、その話あと1時間ぐらいしますか。いやいやダメ、もう3分で終わるからそっか、3分で終わるのか。でこいつ割と、じゃあ何、そういう意味じゃアグレッシブだし、なんとなくハングリーじゃ、熱いよ。だからこれもうできたもの持ってきますか次から、うん、だからあ、めっちゃいいよ、もういいよ。これだけでご飯3杯ぐらいいけそうな雰囲気。熱いし、それで、うん、そういい話といい匂いともうごちゃになったけど、はい、まあ、ともかくハングリーなわけですよ。ハングリーだっていうことで、うん、まあ、辻公平を使ってみようかなと。ありがとうございます。もう多分僕その頃以上に今お腹ペコペコですねハングリーです。いや、意味が違うと思う。違うハングリーなんで、うん、違うハングリー。いやでも、うん、あの実際やっぱそうやってずっとね、うん、使い続けていただいたじゃないですか、うん、でそれこそ最初の半年間なんか土日全部っすよ、お休みなし、うん、で歌い続けるんだけど、やっぱりそのまだそれほどスターじゃないから、俺はまだね、君がその一人の観客、小さい女の子に向かって、うん、歌ってるというね、感動的な写真を持ってるよ。すげえ、うん、もうあのね、今日権利関係のおかげでちょっと汗もうねスタートすると、普通はね、ある程度人が、今はこんなにもいるじゃない人が、うん、だけど当時ゼロだもんね。ゼロ、本当にゼロの中40分間ライブ一人でずっと歌い続けるっていうのが3ヶ月ぐらい続きましたよ ね。 そうだね、心折れない、心折れない。よくね、ハートが強えって言われますけど、真逆ですよ。めっちゃグラスハートっすよ俺。もうすんげえちっちゃいことずっと気にしてて、最近の話だとね、豊橋祭りの時にアイドルイベントの司会したんですよ、うん、で物販やるじゃない。でアイドルのお客さんがいてさ、うん、あのスターの CD 売ってますって言ってたら、うん、向こうから結構ですっていうのを聞いて、もうこいつどつき回したろってずっと、もう思い出しただけでもムカムカする。もうはっきり言ってやろうかな、ファンのね、こいつのファンだっつって、お前らクソだとか言ったろうかな。それダメだよね。はい、言いませんけど、グルメド隊なんて、うん、でなんだっけグルメド隊か。いやでもね、最近そのお互いね、向こうもすごくほらお客さんいっぱい集めるし、その豊橋のねイベントでずっとグルメド隊にはね、なかなか来る、あっちいいな。そうなんですよね。で火が通ったのでバターを入れる。これね、最後にバターを入れるというのがね、またいいんだよね。そう、最初はねサラダ油で炒めてたんですけど、これでちょっと香りがついて、でさらにバターが溶けていい具合になってきた時にタレを入れておしまい。でタレをね漬け込んだ方がいいじゃんっていう人もいるんですよね、うんうん、ただタレはそのいわゆるパイナップル、じゃあ、うん、パイナポーね、パイナポー今話題の、うん、
ペンパイナップアポペの そこに食いつかなくていい。あ、そうか、うん、あのパイナップとかいわゆるこういわゆる酵素みたいなのでお肉を柔らかくするようなものがタレの中に入ってれば、うん、お肉が柔らかくなるんだけど、うん、いわゆる今日紹介したようなお醤油とか酒みりん系のやつだと、うん、逆にお肉が硬くなっちゃうんで、うん、そういうタレでやるときはあの最後にタレを入れた方が美味しくなるよっていうね。この番組誰が発案したの？誰？鎌田さん？なんかじゃあ料理作ったら面白くねみたいな話がねどこからともなく、ああそうそう、だから最初だからやっていくうちに何か上達するようなものがいいって言って、あのね俺ラップやりてーっつったのそしたら結構ですって普通に言われた、うん、いやラップ上手くなったらすごくない？いやそれは正解だと思う、うん、いやでもね確かにそのずっと使っていただいてた中でね、あのほら僕のジャンルとかもあったのかなってあるよね、うん、その僕がもしビジュアル系だったら多分使ってくれなかったんじゃないかと思う。でも最近はさベビーメタルにしろなんですよ、うん、二面性を持てないと全然ダメですからね。じゃあ何稲荷うどん今バージョン3まであるけどバージョン4はラルクのハイドみたいに歌えるのかな。そういう問題ではない。うどんとかそんな感じね、ジャン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 やればいい。それもともと君の路線だから。俺そうだよね、うん、俺これやったら面白くねって言ったら今と変わらんじゃんって言われてちょっと傷ついた、うん、いやでもうどんこれなんかこうハイドっぽいね。そのくらい、あっやべやべ、そのくらいはいいか、ちょっとしなしながなくなってきた。かわいたーってなってる。言いたかっただけはい、でだいぶ炒まってきたのでここでタレを入れます。余分だな、もう余分ですね。じゃあ大丈夫です、今日すげえ順調だよ。そうか、この前だって焼いてる途中で終わっちゃったもんね、うん、確かにね、玉ねぎ膝、ね、やっぱね、玉ねぎがガンなんだあれ。2アクションあるとダメなんですよ。そうそうそう、そうでこれで、ね、今あの汁っぽくなったでしょ、うん、だからこれで少し水分を飛ばして完成です。うわめっちゃいい匂い。番組もご覧の皆様にお知らせします。はい、意外に美味しそうです。ラルクうどん素敵、あラルクうどん素敵ってすごい怒られる。でもほら以前にねその稲荷うどんの歌をもっといろいろ広めてこうよって話をした時に、うんうん、そのやっぱこうラルクのハイドさんとか TM レボリューションさんってツイッターとかそういうネットもすごく使ってるじゃない。その本人が本当につぶやいてたりしてて、俺ね一回だけあのイベントで TM レボリューションさんがリツイートしてくれたことがある。そのイベントで一緒になって。2回目だそれ、うんうん、そうだからすげえこの人本当に見てるんだっつって、偽物かもしれないけどね、うんうん、FM ヘボリューションかもしれない、なりすましかもしれない、ね、はい、うん、そうそう、だからそういうのがあるから、じゃあラルクうどんとか本当にやったらっていうね話があったんです。さっきのうどんしかやらないっていうね。お料理もできるんだから、わもういいじゃないこれ、めっちゃ合わそう、もう食っちゃうか、うん、はい完成、やったぜ。じゃあ保温に。聞きたいことがあるんだけど、うん、さっきからご飯が見えないんだけどさ、ご飯、うん、いやいやもう目の前にめっちゃ、あそこにあるのか、おかまちゃんが、ああそうか、いやいや、うん、ご飯もあるんだ、おかまちゃんあります。いやでもねそのさっき、うん、まあ話が随分戻りますけど、うん、何の話したっけ、まあ、いやいやまあいいか、もう食おうぜ、いやずっと使い続けてね、だからやっぱこうなんで使い続けたか、そうなんですよ、だからその、うん、5年間に近く、5年、そうですよ5年で、気づいたら5年どころか6年ぐらいやってるじゃんって話で、 あれは君が忘れてるだけだ。そうそう、僕が忘れてただけ。1年なぜか空白だから、要はお客さんを呼べなかった1年をないものにしちゃってるんだよね。そうそうそう、きっとね僕の中で、まあ、まあでもその一番最初に君と話をした時に、はい、辻公平が1段上がるまで俺は使い続けるよと言ったのが最初の話なんだよ。ああ1段上がれたのかな。いやどうなんだろう、下がったのかもしれないねえ。じゃあもっとじゃあ上がってかなあかんね、うん、まあ、いやいやでもよかったんじゃないの、あそこ卒業できてさ。そうなんですよね、だからそのやっぱりそのね、インストアライブがなくなって自分のライブができる場所がなくなったっつって、もうカバしか映ってないとか、おかしいな、俺 ここの下りはいい下りのはずなんだけどさ、はい、もう全然おかまと、おかま入ってこない、入ってこないよ、私は違うわよ、うん、お姉じゃないわよじゃあでもね、イオン言っちゃった、あのイオンでさビンゴをやり続けて出たら、うん、お姉言葉が出るようになったんだよね。なんでだろう、生姜焼き丼でいいですか、うん、生姜焼き丼になるんだろう、だっていや平皿もありますよ、いやいい生姜焼き定食風に、いやいやいいよいいよ、あめっちゃうまそうこれじゃあ
今まで見たことないんですけど、匂いを嗅ぎながら白米食ってみてください。よくあるよね、この焼肉の匂い嗅ぎながらだったらご飯3杯いけるっつって。なぜ罰ゲームをここにしたの。本当だよね、めっちゃお世話になった人になんでそんなひどい仕打ちをするんだろうね。本当に。じゃあ生姜焼き丼乗せちゃいますよ。4年間使い続けた割にはあれだよね。いやいやいや、君のことでずいぶん俺は非難された、ね、いや本当そうだと思います。多分最初の方ね、要は今僕のスタイルを知ってる人はそのおけを出してね踊ったりっていうスタイルだと思うけど、最初の1年はもう本当にアコースティックですよ。ギターしか弾かない。汁が欲しいな、汁が。了解です。もう本当にギターを、いや逆だと思う、こうだね。いや今いいくだりだったな、悪かったな。大丈夫です、大丈夫です。そうだからその人にね、見てもらうっていうこととか、要はそのお客さん、あ、反対から開けちゃった。こっちの方がいいですね。辻さんの衣装は何着あるのって書いてあるぞ。あのね、2本ほどしかないから1着です。じゃあ何着もあるんだよ。何着もあるけど白は1着だ。赤があったり黄色があったり水色があったりするんですけど、あの木曜日は白って決めてます。なことないよ。うん、あの買いに行く暇がないだけ。絶対汁物にその白はないと思う。いやでもカレーとか汁物って白い衣装を着てるときにどうしても食べたくなるよね。なことない。俺この前のうどんサミットで羽つけたままカレーうどん食ったよ。あーひどいなそれ。すげえな、すげえな、なんかこう俺男だなっつってね。それもひどいものが。ぜひじゃあお召し上がりください。じゃあいただきます。はい、あ、じゃあ僕はお皿代わりにこれ持ってます。じゃあとりあえず1個食べてみます。はい、まずかったらまずって言っていいよね。いいっす、いいっすよ。いいよね、うん、早く食べよう、時間なくなるよ。あ、いいんですよ。意外にうまいじゃん。いやいや、そりゃそうっすよ。俺も直箸で失礼します。直箸で。ほら、うわー、これ作った人天才。俺か。でも天才ではないけど、うん、うん、美味しい。あ、多分材料がいいんだね。うん、極論。このなんていうの？あ、この肉のね、脂身もいいね。豚の。これ美味しい、美味しい豚だね。美味しい豚っすね。いい豚。うんうん、いやいや、これじゃあ、これで俺が食べちゃダメだよね。これね。オレンダ。いやもうなんかね、いい具合に俺の手に収まってるから。オレンダ。食べて食べてっつって。うん、じゃあこちらに置いときます。君がこの後なんかやるんでしょ？あ、僕なんかちょこちょこね。俺ずっと食べていて。いやいや、じゃあ二人で食べましょう。せっかくだからね。たまには。たまにはって。あ、じゃあじゃあ食べたことないんだよね、あんまりね、ちゃんと。うん、乾杯しましょうよ。今日はちゃんと食べれるじゃん、すごいじゃん。すごい、だから次回のハンバーグ、ワンアクションするのがいいっていうね、うん、やった。じゃあ乾杯しながらね、次回のゲストも。3回目にして初めて成功したんじゃない。ちゃんとしましたね、うん、やっぱ簡単な料理ですね。ちょっと自分でつけちゃったんで。でもヘッドセットは2つ必要だと思うな。いやいや、あのね、あんまりね喋らせないどこっていう。次じゃあヘッドセット2つ用意しておきます。だから食えねえっつうの。いただきます。乾杯。乾杯。今清水さんって何やってるんですか。俺ね、今ね、福祉を少し明るいイメージにしようと思って。福祉を明るいイメージ、うん、それなりに落合監督の息子っすか、うん、まあ、これ一応にね、名古屋だとどっかんどっかん来てる今の。浜松だから残念。いや、ちょっと伝わらなかったかな。ちょっといい、うん、どうだろう、うん、多分ね、この時代に福祉くん出してきたの俺ぐらいしかいないと思う。ちょっと違う福祉くん、あ、違う福祉くん、あ、福士蒼太、うん、最高、明るいっすよ彼なら、うん、まあそうじゃなくて、まあ、話が飛んじゃいすぎだよね。はい、福士ウェルフェアの方でね、福士、うん、そうそうそう、うんうん、福士の方に行って、うん、いろいろな新しいそのイベントをやろうと思ってさ。そういえばこの前あれですよね、 Facebook で第1回目のイベントをやりましたみたいな。だから福士にいろいろなアーティストに来てもらって、うん、そのアーティストが明るい雰囲気であってよっていうのをいろんな人に喋ってほしいなと思ってさ。だからね、プロデューサー業降りたわけじゃないんですよ。あ、実は今度は、うん、いや、スターのプロデュースじゃなくて、そう、福祉のプロデュース、そうやってます。まあでもこのね、清水 P は、うん、ものづくりのプロでもありますから、革製品のね、あ、作って俺ちゃんとあれですよ、ベルト、ベルトよりもあれこっちか、そっちだよ。これギターのさ、ストラップあるじゃん、これ、うんうん、これね、これ俺作ったんだよね。これ清水さん作ったやつ、すごくね。ねえ、これ1本いくらで売るっつったっけ。うーん、8万、うん、ねえ、8万円で売ってるよって話をしたら、
誰も予約がなかったって ね。いやでもそれぐらい手がかかってるし、すんげえいい革なの。この間帽子の彼に1本プレゼントして、うん、なんかねちょっと音楽的に悩んでてね。そうなんですよね、彼あのずっと九州に行ってて、でも帰ってきてまたやるんでしょ確か。この間帰ってきてやった時に、うんうん、ちゃんと俺のストラップかけててくれて感動しちゃった、うん、これじゃあ俺2個目をずっと待ってるので、うん、ね、ストラップが先かギターが先かって感じですね。ギターが先だろう。はい、ギターじゃあ買います、それ用の。買って、はい、ぜひじゃあそれで作っていただきたいの。じゃあそのウェルフェアのね、うん、ことやりながら僕らもまた呼んでください、ぜひ、まあ、みんな呼んでる、順繰りに。順繰りに、うん、お金のかかる人は後。ああ、なるほど。じゃあ俺ずっと呼ばれなかったらどうしようかかりすぎるからこいつって。いやいや、でもうまいもん食わしときゃ大体黙ってますね、食べてるから、食べてるからかっつって、ね、食べてるから。なるほど、ありがとうございます。じゃあそういったイベントもあれですね、あの僕のフェイスブックでもつながってますし、大丈夫大丈夫、僕もそういうイベントにね出るときは PR をさせていただきますので。それ次回誰が出るの。そうなんですよ、次回ね誰が出るかちょっと電話しないといけないよね、うん、どこだ。この間 LINE のさ、うん、マイクを切っといてすっかり忘れてね、今日も LINE で電話するんだけど出なかったりしてね。だ LINE じゃなくて普通の電話で電話したらどう。あ、じゃあ普通の電話で電話します。よいしょ。これであれでしょ、おじさんとかおばさんって人の名前言っちゃうでしょ先にね。そうそうそう、何々さんつって、何々さんどこだったかなつってね。そう俺ね、でもね登録名が何か分かんないんだよね。何それ、誰、立ちつてで知ってる人。あ、知ってます知ってます。あ、本当めっちゃ知ってます。めっちゃ知ってる、あれか、認可に。あ、違います、あのアーティストはね出ないんですよこの番組。あ、この方。あ、ちょっとスピーカーにして。この人ね、うん、知らない。知らないですか。かかってるかかってるかかってるよ、かかってるじゃん。もし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 、辻光平です。あ、こんばんは。こんばんは。お世話になりますというか、はい、いやいや、ぜひ第4回目のね、あの出演でお願いしたいなと思ってお電話しております。はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、あのどういう方かっていうのはね、また後ほどちょっと僕の方でも言うんですけども、僕の地元豊川の、はい、まあ同じく、なんだろう、スーパープロデューサーというか大代表の方です。はい、ね、です。だから、はい、ね、どっちかというとそのアイドル事情というか、それをプロデュースしてる人の裏話なんかも聞きながらね、はい、お話をできたらと思いますが、あのこのビストロベリー、はい、皆さんのリクエスト料理聞いてます。最後に料理教えてください、何がいいか。はい、ごめんなさい、なんか聞き取りにくくって。あ、なるほど、わかりました。スタミナ料理です。あ、はい、すいません、あのちょっとこっちのマイクがね良くなかったみたいで申し訳ないです。はい、じゃあスタミナ料理を作ってお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、寒くなってきましたので風邪ひかないように、はい、楽しみにしておいてください。ありがとうございます。というわけでございましてね、はい、では失礼します。はい、スプラウトだね。はい、まあそうなんですよ、だからまたぜひね第4回も楽しんでほしいなと思いますけども、辻さん、クリスマスの予定はどんなのかな。クリスマスも放送なのかな、まあわかんないね。ぜひでも放送ね、ある第2第4木曜日やりますから、ぜひまた見てください。それでは、今月の第4回目もお楽しみにしておいてください。今日のゲストは、スターの元プロデューサー清水 P でした。ありがとうございます。また呼んでね。はい、また次回もお楽しみに。